ジェプツンダンパ旧世は、チベット仏教の化身マの名跡の一つ、ジェプツンダンバホトクトの9番目の継承者。ラサウマで。法名は、ジャンバルナムドルチョイジジャンザン。1939年、チベットのガンンポタンの摂政政府からジェプツンダンバ8世の転承者として認定された。2011年11月2日に正式に即位するも、4ヶ月後に入学した。 1911年に、モンゴル諸公により、モンゴルの君主として、ボグドハーンに衰退された先代のジェプスンダンパ発世は、1922年に成立したモンゴル人民革命党政権のもとでも、引き続き、モンゴルの君主と位置づけらだ。しかし発世が1924年に没すると、人民革命党政権は、従来からのボグドハーンにまつわる伝承を用いて、 第八代をもってこの補とは、転生を終わると説明し、政府として、後継者を捜索、認定しないのみならず、信者や教団による、捜索、認定も禁止しようとした。発生没後のモンゴルでは、ガンダンテックツェンディンデラの総院長が、モンゴル仏教の最高指導者とされた。しかしながら、第三世以降、歴代のジェプツンタンパの転生者は、 チベットから現れる伝統が確立されており、1939年、チベットガ田デンポタンの摂政政権によって、ジェプツンタンパ旧世と認定された。ジャンペル・ナムドゥル・中期厳選という法名を授けられ、ラサのデプンテラ・コマン学堂で僧侶として育成された。旧世は25歳で現属して結婚したが、三地方の寺院に在籍し、引き続き仏教学の修学を継続した。 チベット動乱に際しては1960年にインドに脱出、仏教学の修行から離れ、衣服の行商、農作業の手伝いなどで生計を立てた。1980年代に入り生活に、ゆとりができたため学問を再開した。1990年、モンゴル人民共和国のボンサルマー議員、オチルバト大統領が、チベット亡命政府に対して、ジャンペルナムドゥル中期原ツが、 本物のジェプツンタンパー9世であるかどうかの紹介を行った。これに対し、ダライラマ14世はモンゴルにおける宗教の自由化の進展が不可逆的な段階に達していると判断、改めて彼をジェプツンタンパー9世であると公式に確認した。1991年9月20日、ダライラマ14世によって改めてジェプツンタンパー9世と認定され、 1992年にインドナラ,ラムサラで即位した。1990年春にモンゴルは一党独裁を放棄していたが、ジェップツンダンパ旧姓をモンゴル仏教の唯一の最高指導者であるとは認めず、その立場にあるのは依然としてガンダンデラの総委員長であるとみなした。2010年8月18日、モンゴル国籍を取得し、2011年11月2日、 ガンダン寺にて正式に即位した。これにより、モンゴル仏教の最高指導者問題に決着がついたが、わずか4ヶ月後の2012年3月1日、入弱した。入弱する直前の2012年2月6日に印象を残し、自分の転生者について、来世は、モンゴル国の子供に生まれ変わる、ダライラマ商人に認定されるとする2つの原則を言い残した。 2016年11月23日、ダライラマ14世は、ジェプツンタンパ10世が、すでに、モンゴルに生誕している旨を、記者会見の場にて宣言した。まだ幼いので、公にはできないという。ありがとうございます。